八チ海イタルチンは、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、阿波国徳島藩の初代藩主。天正十四年、八チ海カ政の長男として誕生。母は、生駒課長の娘、慈公院。はじめ、父と共に、豊臣秀吉の家臣として仕えた。秀吉の死後、慶長五年、徳川家康の養女で、小笠原秀政の娘。 しびめをめとる。そのことから、同年の関ヶ原の戦いにおいて、秀吉の心の真であった父、火星は病を理由に在国する中、イタリ人は東軍に組みして、関ヶ原本戦に参加した。戦後、その功績により、家康から所領を安堵されるとともに、提発した父から家督を譲られ、阿波国徳島藩の藩主となった。慶長8年3月25日、 豊臣政を貸しされ、豊臣富を名義にて十四に、下川守二助人。大阪の陣では、徳川方として参戦し、武功を立てている。慶長20年1月11日、松平政の加盟を、将軍家より貸しされ、同年うるう6月4日、淡路国も加増され、25万7千国の所領となる。内政においては、塩田の開発や非常時の食料の確保に努め、 名君として慕われた。病弱であったとされ、現な六年に父に先立って死去した。去年三十五。法名は、春徳院伝マヤ州大主四品心、学吉伝大古寺。あと、長男、忠秀が継いだ。名君として知られるイタリチンには、虚実のほどは不明だが、多くの聡明さを示す逸話が残っている。イタリチン母妃。ありがとうございます。